清水国広は、日本の男子バレーボール選手。福井県福井市品瀬町出身。ポジションはオポジット。V リーグディビジョン1のパナソニックパンサーズ所属。愛称はゴリ。ママさんバレーをしていた母親の影響で、神井坂小学4年よりバレーボールを始める。福井工業大学附属福井高等学校を経て、東海大学に進学。2007年。 大学在学中の20歳で全日本代表オポジットに選出。2007年ワールドリーグ東京大会に緊急召集され、翌日の試合でいきなり代表デビューを飾った。2007年ワールドカップでは初戦の勝利に貢献するなど活躍した。12月16日に青山記念体育館で行われた全日本インカレ大会では全日本監督の上田達也が駆けつけて、 激励の演説をした。2008年、北京オリンピック世界最終予選を経て、福沢達也と共に最年少の21歳で、北京オリンピック代表に選出され出場。2009年4月、パナソニックパンサーズに入団。11月に開催された、ワールドグランドチャンピオンズカップでは全日本男子32年ぶりの国際大会の銅メダル獲得に貢献し、 ベストスコアラー賞を獲得。V プレミアリーグでは、パナソニックの2年ぶりの優勝に貢献し、最高主君選手賞、スパイク賞、ベスト6を獲得した。2010年、クロアシハタ大会のパナソニックの3連覇に貢献し、2年、連続クロワシ賞を獲得した。左手甲を負傷中のため、2013年、ワールドリーグのメンバーには選出されなかった。その後、 同年9月の2014年世界選手権、アジア最終予選のメンバーには選ばれた。2013、14V プレミアリーグにおいて、パナソニックの2年ぶり優勝に大きく貢献し、自らも2度目となる MVP とベスト6、スパイク賞を受賞した。2015年8月に開催された第18回、アジア選手権で優勝に大きく貢献し、自らも MVP に輝いた。 2018年2月18日に行われた V ファイナルステージタイ JT 戦の第1セットでアタックし着地した際に右足を負傷し、右前十字人体損傷で全治12ヶ月と診断された。その後手術を数度繰り返すこととなるが、リハビリを重ねて復帰を果たし、2019から20シーズンより2シーズン連続で V リーグの関東賞を受賞している。 2021年、東京オリンピックで若きエース、西田有志の控えではあったが、試合に出場して、日本代表の準々決勝進出に貢献。準々決勝でブラジルに敗退。この試合をもっての日本代表引退の意向をインスタグラムで発表した。また、現役は続行の意向を示した。ありがとうございます。